はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、グランデフェスということで、100連までなら、0円なんじゃないかと。よろしく頼む。はい。ということでね、回していきたいっつうふうに思います。はい。まあ、どっちも欲しいんだよね。スイちゃんもなんか使えそうな予感がするし、バイトキュンもちょっとジークフリートに持っていきたい。あと、バンピーチャソとのね、シナジーがありそうなので、風バンピーちゃんと相性が良さそうなので、ちょっと触ってみたいから、ちょっと今回は100連まで回して、まあ、どうなるか見ていきたいなっつうふうに思います。カマソッツ。うん。弓ですね。はい。で、あとね、もう一個個人的にいいなって思ってるものがあって、それが闇属性の永遠の楽観なんですよ。闇属性のリミハルマル探検が今現在ピックアップされてるんだけど、俺4凸2本しかないんですよね。で、3本目の無凸あったら、ちょっと幅広がるんじゃねえかなーっていう風に思ってて、うん。まあ、そういう意味で、まあ、3本目無凸あったら、まあ、ちょっとワンチャンあるか。ってことで、ちょっと今回はその理由で100連を回していきたいと思います。はい。まあ、でもね、今回リミテッドキャラクターじゃないし、まあ、これから闇属性の古戦場来るから、闇のブースト系とかね、まあ、他にもなんかいい武器来そうな予感がするので、基本的には回さない方がいいかも。はい。まあ、俺のガチャ動画を見て、留飲を下げてください。はい。ということで、回していきましょう。対戦よろしくお願いします。どうする？ここで俺が神引きをしてみんなのガチャを回したくなって、ガチャ欲を刺激して、ジャブジャブガチャを回したくなってしまったら、そしたらごめんね。行くよ。でも俺運いいからさ、こうやって最初ももう虹が見えちゃってるんだよね。俺の運の良さ、運の良さ、運の良さ、え？終わっちゃった！新キャラ2人出たら帰りますからね。もちろん。帰ります。ああ、帰らない、帰れなかった。怖い。帰れてもよかったけど、トリートウロボロスね。で、もう一個。トリートウロボロスってことは、ハロウィンピックアップもしてんのか、今。お、来た！わっ！わは、スイちゃんです。スイちゃんですか。帰りてぇ。もう帰りてえよ。でも100連まで回すって言っちゃったしな。でもバイトキュンが出たら帰っちゃうよ。はい。オーバーライド。ごめん。もう勝ちですね、これ。テンション上がってきた。テンションしか、ああ、最後じゃない。びっくりですな。猫の精霊層。これ土オーキスかな。うん。土オーキス。いや、ここまで二次率がいいとね、揺れ戻しくるんすよ。グラブルのガチャって、虹！ああ、グランデ！うん。グラブルのガチャってね、やっぱね、期待通りというか、確率通りの出方がね、しっかりしてくれ上がりますので、まあ、おそらくだけど、ここまで運がいいともう後半は100連はもう無になっちゃうんじゃないか。お願い、帰らせて、あっ！帰れるかもしれないよ。はい。フォー、刑事。大変運がいいですね。帰らせてくれ、バイトキュン。僕の手の中に、僕の腕に抱かれな。うわ、うわー。団長さんは特別に呼び捨てでいいよ。バイトって親しみを込めて呼んでみて。はあ、撤退だわ。さすがに撤退だ。永遠の楽観は仕方がない。いや、今回はちょっと引きがあまりにも良すぎる。ほほ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 ほ。61連で虹が1,2,3,4,5,6プラス27ですね。27。ほほほ、ほほ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 ほ